わ、すごい階段。歴史があるんですね。はい、こんにちは。どうもいらっしゃいませ。はい、ここが工場です。川がずらり並んでますね。ここは川を乾燥してる場所ですね。あ、割とパリッとしてるんです。パリッとしてます。揉みほぐすと柔らかい。こう触った感じが絹のような、うん、あ、何の川ですか。綺麗ですね。真っ白。これはね、エゾシカなんです。エゾシカ。エゾシカ。日本のシカですね。日本のシカですね。はい。このタッチ感、あの、このシカのね、人肌。アウトラインが綺麗ですね。こうちょっと山の稜線みたいにも動物たちが住んでる山の中にちょっと意図せず似ているのが面白いですよね。この川の端というのはこういう部分はカットするんですね。カットしちゃうんですね。そうですね。ちょっともったいない気もします。そうですね。ありのままの川って物語を感じますよね。これは私のおじいさんのいわゆるノートなんですね。もう60年から70年ぐらい前ですかね。でいろんなその川の種類がありますから、それをどういうふうにあの染めたかっていうのをちゃんとこうノートに書き残してたんですね。秘密のレシピが。秘密のノートですね。エゾジカをなめしているところです。ちなみに何代目で？私で、4代目になります。はい、息子さんです。そうです、はい、似てらっしゃる方。あ、はい、あ、そうなんですね。4代にわたって、はい、どれぐらい時間かかるものなんですか？これで、4日かかります。え、4日？はい、4日間、はい、ずっと回して。それはあのおじいさまのレシピに書いてあったのか。そうですね、はい、知れません。それを忠実に守ってやってます。そうなんですね、はい、やっぱり。これどういった作業をする機械ですか？これはなめしの太鼓になりますね。キョンという種類の。あ、キョン。はい、皮が入っています。キョンという種類は一番小さい鹿なので、サイズが。あ、白いんですね。これぐらいしかないです。今お若いなという印象なんですけど、どうしてこの皮のお仕事を？僕のおばあさんのおじいさんぐらいからの代から続けていかないとっていうのは、残していかないとっていうのはあって、ね、伝統工芸というか続けていきたい、残していきたいのはあるんで。伊藤さん自身もおじいちゃんの代から継いでいるこう伝統を大切に今も守られて、そして息子さんが継いでらして、そういう職人さんの思いが川そのものに宿っているような感動もありましたね。こんなにも美しく手間暇かけている革を、せっかくなのでデザインの力で何か新しいものを作ることができる、お手伝いができればいいなっていうふうに思いましたね。 SDGs と直結しているこの革素材をまたさらに余すことなく使い切る、そんな作品を作れたらいいなっていうふうに思いましたね。